大学2回生の春だった。近くを通ったので、オカルト堂の師匠の家にふらりと立ち寄った。アパートのドアをノックしてから開けると、部屋の中では師匠が畳の上にあぐらをかいて、何かをしきりに眺めている。近づいていくと、後ろ向きのままの師匠と目が合った。よう。卓上にしては大きく、姿見にしては小さい中途半端な大きさの鏡だった。軽く嫌な予感がする。鏡ですか?と言わずもがなのことを聞くと、うんとうなずいたきり、鏡の中の視線を外して正面をまじまじと見つめている。俺はその横に座って、そんな師匠をじっと観察する。何をしているのだろう。まず普通に考えると、オカルティックな岩靴の鏡を入手したので5万円の図。時点でただ自分の顔を見ている。どっちかだろう。鏡は縦に長い楕円形をしていて、陶器のように見える台座の中央から支柱が伸び、リング状の枠につながっている。鏡は枠の左右から出た棒で支えられており、上下にくるくる回る仕組みになっているようだ。古そうにも見えるが、そんなにおどろおどろしい印象は受けなかった。何してるんです?鏡を見つめ続ける師匠にしびれを切らした僕が、俺が問いかけると、ようやく前のめりの重心を戻した。考え事をしていた。そう言って息を吐く。まるで呼吸することをようやく思い出したという体で。鏡について。そう聞くとふっと笑い、ゆっくりとこちらに向き直る。こんな話がある。片手で鏡をくるりと裏返しながら、誰もいない森の奥で木が倒れた。さて、その時音はしたのか、しなかったのか。あ、聞いたことがある。誰もいない森の奥で木が倒れたのなら、その音を聞いた人もいなかったということだ。観察者である人間を介さずに音が存在しうるかという問題。それなんかよくわかんないんですよね。音がしたに決まってるんじゃないですか。だって本来観察者がいないんだから木が倒れたっていう部分からして疑ってかかるべきなのに、そこを前提にされてるんなら音だってしたでしょうよ。それでも月はそこにあるって言ったのはアインシュタインだったかな。まあいい。この命題は、音を振動そのものとして捉えるか、振動が生物の聴覚機器に知覚されたものと捉えるかによって考え方が違ってくるけれど、音はしたっていうのがほとんどの人の回答だろう。師匠はそこまで言うと、また鏡に手を伸ばして人差し指で裏面を押し回転させた。では次の問題はどうだ。表面がこちらに向いた状態でピタリと止める。誰もいない森の奥で木が倒れた。その木の前には鏡が置かれていた。その鏡に倒れる瞬間は映っているかどうか。これは初めて聞いた。とりあえずイメージしてみる。森の奥、朽ちかけた木、木の前の鏡。鏡には左右逆の姿になった木が映っている。木が倒れる。鏡の中の木も倒れる。倒れた木、誰もいない森の奥で。わかった。どう考えても映ってます。音と同じですよ。人が見てなかろうが映っていると考えるのが自然です。それを聞いた師匠がにやりと笑う。そしてどこからかキリンの人形を出してきて鏡の前に置いた。見たことがある。最近出回ってる食玩か何かだ。鏡を刺して言う。どうだ、
何が映ってる？鏡の前にキリンがこちらにお尻を向けて立っている。そして鏡の中ではキリンがこちらに顔を向けて立っている。キリンです。そうだね。師匠はキリンをつついて転ばせた。鏡の中のキリンも倒れる。何がしたいんだろう。師匠がいたずらを隠しているような表情で俺の肩を叩き、ちょっとずれろというジェスチャーをするので腰を浮かして座っている場所を変えた。鏡の正面から50センチくらい右に移動したことになる。どうだ、何が映ってる？鏡に向かうと斜めから見ることになるので当然映っている景色が変わっている。象です。いつの間に置いたのか左手の方に象の人形が立っていて、それが鏡の中に映っている。じゃあもっとこっち。師匠はさらに俺の座る位置を右にスライドさせた。何が映ってる？今度はかなり鏡面の角度がきつくなり見にくくなっているが、ワニが映っているのがわかる。ワニです。そう答えた瞬間、なんだか不思議な空間に迷い込んだような錯覚があった。あれ？どうしてワニが映っていていいんだろう。左手側を見ると確かに鏡に映っているあたりにワニの人形が置かれている。なのに左手側を見ると、なのに奇妙な違和感が体の内側から湧き出してきた。ポンと肩に手が置かれてびぐりとする。部屋の隅まで移動するようにという指示がある。言われるまま壁際に座った俺は胸がドキドキしている理由を考えまいとしていた。師匠の声が儚いトーンを帯びる。さあ何が映ってる？鏡の角度がなくなり、今自分はほとんど真横と言っていい位置にいる。表面は平面というより線分に近づき、暗い金属色だけが見て取れる。ワニもゾウももちろんキリンも映っていない。さあ部屋を出ようか。師匠は言葉だけで誘う。目を開けたまま幽体離脱したように俺は師匠に連れられて部屋を出る。体は部屋に残したまま。街の中を師匠はどんどんと歩く。俺はついていく。立ち止まるたびに師匠は俺に聞く。何が映ってる？答えられない。アパートのドアしか見えない。何が映ってる？答えられない。アパートさえもう見えない。何が映ってる？答えられなかった。やがて二人は森の中に入り、誰もいないその奥で朽ちた木の前に立つ。木の前には鏡が置かれている。木の方に向けられた鏡。師匠は聞く。その鏡の真後ろに立って、何が映ってる？鏡の背は真っ黒で何も見えはしない。さあ何が映ってるんだ？わからない、わからない。俺の目は鏡の背中に釘付けられている。その向こうにひっそりと立っている朽ちかけた木も視界には入っているのに、鏡の黒い背中、その裏側に映っているものをイメージできないでいる。わからない、わからない、わからない。頭の中がかき混ぜられるようで、ひどく気分が悪いような心地いいような。ポンと肩を叩かれた。もう一度聞く。一瞬で師匠のアパートに帰ってきた。自分が壁際に座ったままだったことを再認識する。誰もいない森の奥で木が倒れた。その木の前に置かれていた鏡に倒れる瞬間は映っているかどうか。
さっきと全く同じ問いなのに、その肌触りは奇妙にねじれている。鏡の前にはキリンがさっきと同じ格好で倒れている。わかりません。ようやくそれだけを絞り出すと、師匠は満足したようにキリンとゾウとワニを拾い集めた。